はい、皆さんこんにちは、大阪です。こんにちは。今日はサヌールにある歌間スパイスに来ました。イエーイ。ね、早速ね、今日ね、歌間スパイス来たんですけれども、歌間スパイスと、歌間スパイスと言ったら映画で、ジュリア・ロバーツがバリ島に来た際に大量買い、爆買いしていったっていうお店で有名な店舗になります。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はアニーさんに人気ナンバー5を教えてもらおうと思います。イエーイ。まず5番目教えてもらおうか。はい、わかりました。聞いてみます。minta tolong dikasih tahu yang paling bestseller dari 1-5, terutama pertama dari 5 dulu, yang paling dari bawah dulu. Dari bawah. Apa ya, banyak yang mana? これね、ボディミストナンバーファイブ。ボディミストナンバーファイブ。ナンバーファイブ。おお、ボディミスト、すごいな。ボディミストっていうのはどういうふうに使えばいいのか。これあれなのかな。ブランドについて書いてるのか。これか。ボディミスト。熱帯地方に主なこの品は海、湧き水、ココナッツオイルをベースにしたエッセンシャルオイルを合わしたもので水にしフレッシュ、まあフレッシュにするってことだよね。そうですね。スッスッスってね。フェスボディデオドラント。デオドラント効果があるのね。これがナンバーファイブだって。何のオレンジ。オレンジがベスト。じゃあオレンジ一つ買おうか。これ？オレンジ。シトラスね。イランで、この中で売れてるのは yang paling best seller sana sekarang sih ini。 あ、これね、イランsama ini paling enak。 イランはい。じゃあこれを一つ購入します。よし、じゃあナンバー4。フェイスセルンフェイスセルンは何、どんな風なの。アンティエイジング。じゃあ、化粧する前とかに使うのかな。セブロンパケブダッサーですね。お風呂シャワー浴びた後に使うやつね。のこの中で人気のやつはベセラルは山。あ、これね。あ、それです。アパイトの名前。フェイセロン。ああ、そっかそっか。種類が何個もあるわけじゃなくて。うん。これが一種類ってことね。そうですね。おお、これね。はい。これね。じゃあこれ買います。はいはいはい。ありがとう。ナンバー3。バージンココナッツオイルね。バージンココナッツオイルはあれだよね、熱処理してないんじゃなかったかな。抗酸化物質が豊富で、特に肌を若く保つために最適な、天然保護成分を多く含んでいますとかね。ドリンクオッケーだよね。クッキングオッケーだよね。だってなんせ俺が使ってるからね、これね。ああそうです。家にあるからね。ああプリジンある。あるからね。バージンの方はなんかマカンオッケーでしょ。でもバージンじゃないやつはダメなんじゃなかったっけ。そんなことない。他にやっぱバージンだ、bisa dimakan ya。クールプレス。ああそうだよね。だからバージンのことはコールドプレスされてるってことだよね。そう、クールプレスです。じゃあこれバージンのココナッツオイルどれにしようかな。1リットル欲しいんだけど、
大きくなりすぎるからね、うん、じゃあ100ミリで、うん、100ミリだとちょっと少ないな、でもそれ、じゃあこれ買うか、じゃあこれ、はい、うん、はい、これ私もらいます、あ、そうだね、はい、ありがとう、ナンバー2、ナンバー2どっちですか、あーナンバー2、ね、サニタイザーですか、やっぱ時代はね、ハンドサニタイザーだよね、スプレー and ジェル、お、これスプレーとジェルタイプあって、これレモンって書いてるね、レモン、あのフレーバーがあるのって珍しいんじゃないかな、うん、スプレーとジェルではどっちが売れてるんですか、あ、ジェルとはどっちが売れてる、やまなやんジェルパやんスプレーベセラル、スプレースプレータイプ、カナビさんとき、ヘンフォン、ベーグ、スモース、あ、使いやすいだって、使いやすいからね、うん、じゃあこれ買おうか、はい、はい、ナンバーワン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 、虫よけ、あ、そうだよね、歌間スパイスって言ったらこれ虫よけだよね、虫よけですね、日本語で虫よけって言ってたよ今、日本語ですか、ね、虫よけ、虫よけだよ、虫よけですね、だって俺も持ってるもんね、持ってますね、そう言われてみたら、うん、まあこういう風なね大量のやつもあるけど、こっちにしようか、はい、一応ね100ミリ、やっぱりこれ、あ、オーガニック天然、はい、天然のやつだからね、ここにも書いてある、 100% 天然成分が調合された効果抜群の虫よけって書いてあるからね、ベビーオッケー、ベビーオッケーだって、あ、ベビーオッケー、 Are you baby? やっぱりちっちゃい子供だとね、市販のやつだとちょっと怖いからね、はい、でこういったあの天然成分 100% のものを使った方が安心だよね、そうです ね、 ね、歌間スパイス、歌間スパイス、やっぱ歌間スパイスってこのイメージすごいあるね、うん、やっぱナンバーワンだね、ナンバーワン、はい、はい、じゃあこれ買います、はい、じゃあ今ナンバー5からナンバー1までナンバーワンまで教えてもらったけど、うん、なんか他におすすめの商品あるかで聞いてみようか、あ、ini kan udah dikasih tahu dari nomor 5 sampai 1 mungkin ada yang mau dijelaskan tentang barang-barang yang lain produk yang lain、うん、個人的にね、個人的に私好きなのここで働いててこれがとかって、かな、うん、apa yang sana? Ini apa? Juga bestseller. Forgive. Lip balm. そうだよね。リップバームのイメージあるんだけど、1から5まで入ってなかったのね。入ってなかった。多分あのバリ暑いだから多分使わないんじゃないですか。まあそう、そうかもしれないね。うん、寒いところ。そうそう、日本人の人はよく買うんだけどね。セット。あ、セットだね。3インセット。3インセット。あれこれ5種類あるじゃん。3、1、2、あ、いや、1、2、これ5でしょ、いや、berapa set ada? 3 ini aja isinya 1 ya, これじゃあ、dia mau beli satu-satu deh, oke, じゃあ、リップ5種類あるんで、5種類買いました、ini habis bestseller, finish sold out, sold out ね、あ、6種類あるんだ、6種類あるんだけど、今は、何番ちゃまんだ、このレモンフレーバーのやつがあの売り切れです、はい、じゃあ5種類とりあえずね、はい、ラギラギ This for good sleeping、 お、ヨガマットスプレー、あ、no、 ピロースプレー、ピロースプレー、あ、ここにはこれヨガヨガは隣、あ、こっちだね、こっちだ、バレ、あ、ごめん、間違えました、お、あ、こうだ、こバレ、ini yang yoga mat di sini. Ini for good sleeping. Hai, jangan mau ikut ya Roka. Hai. Hai. Lagi, coba ulang dari awal. It's for good sleeping. Pillow spray. Pillow spray だって。Pillow spray。これはピローにシュッシュッシュッってやってから寝るの。ティドル？いや。バグズ。あ、セット。あ、セットね。お、アイマスクとね、セットになってるね、うん、おー、おー、これシュッシュッシュッってやってこうやって寝るとリラックスしてね、これでしょ、何でしょ、これでピロー、あ、こっちでもいいし、ピローでもいいし、ピローでも、枕でもね、枕で、オッケー、
じゃあこれセット買おうか。セットセットリー。はい。はい、じゃあこれお願いします。ヨガマットスプレー。ヨガマットスプレーね。ヨガマットスプレーの中ではどれが一番いいんですか？人気なんですか？Yang paling terkenal yang mana? Deseler? Lavender. Lavender.赤でも大好きなラベンダーだね。ラベンダー、ああ、ラベンダーか。ラベンダーか。ラベンダー思い出すね。細かいことは言いません。じゃあこれにしようか。はい。これヨガマットスプレーにシュッシュってやると、まあ、消毒効果もあるし、あの防カビ、カビとか細菌がなくなっ、あ、発生を防ぐっていう効果もあるみたいですね。ここに書いてますね。アンティバクテリア。おアンティバクテリア。ああ、すげえね。英語ペラペラだね。英語ペラペラですね。ピンタルね。ピンタルね。スディキ。スディキ。オッケー。じゃあこちら購入しましょうか。はい。じゃあ。で、石鹸。あ、石鹸ね。あ、じゃあこれの中のなんか一つどれが。石鹸。いや、マナヤンベセラー石鹸。レモングラス。あ、レモングラスね。レモングラスってイメージあるよね、乾燥ってね。そうですね。じゃあこれ、はい、買います。おお。本当にボディとかビザ。ああ。ボディソープとしても使ってもいいしね。家にこれがあって、なんかこう帰ってきて、チュチュチュクってやると少しテンション上がるね。ねえ、なんか匂いが。うん、匂いもいいし、おしゃれだし、天然由来だし、すごいいいね。そうですね。じゃあこれ。いただきます。はい、じゃあ、いただきます。トータルはこの金額になります。はい。はい、こうね、バリ島来たらこうエコのためにね、こういうペーパーバッグね。そうですね、ニュースペーパーで作ったバッグっていうのは比較的流行ってるよね。そうですね、意識高い系のショッパー、これがマストになってます。はい、ありがとう。ウタマスペースもベリーベストブレンドアワード。はい、本日は以上となります。アニーさんありがとうございました。ありがとう。ありがとう。で、ウタマスパイスはあのサヌルにもあるんですけれども、他にもたくさんありますので、行ってみてもらえればと思います。本日は以上となります。これからもバリ島じゃないと発信できない情報を出していきますので、ぜひグッドボタン、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。またね。